こんばんは。聞いてよ。今日さ、公演、新公演初日からよりさ、初日公演まであと2日じゃん。でさ、まあ、あの初日公演は綺麗な状態で出たいなと思ってさ、スキンケアやってるわけよ、今一生懸命ね。何日か前から言ってるじゃん、私がずっと使っている化粧水がなくなりそうだよって。今日使い切っちゃって、明日めっちゃ保湿しようと思ってた化粧水なくなったどうしよう使い切っちゃったよさ。だからってさ、めっちゃあの買いに行く時間があったかと言われるとさ、なくてさ。日曜日カッサカサ状態では出られないよね。あ、これがあるよ、いつのか分かんないパック。パックってさ、消費期限あるのかな。伊勢丹に売ってるんだけど、なんか例えばさ、朝の9時から夜までレッスンがあったとしたらさ、もうさ行く時間なんてないんよ。知ってる？ないんだよ。消費期限表示はなかった。それに1年前とかのではない、一応ちゃんと最近使ってはいた。最近というか半年前ぐらいに使った。誰かに頼むしか。そうなんだよ。でもさ、こう決してさ、すごいお手頃価格なものかと言われるとさ、そうではないわけよ。この化粧水一式、伊勢丹のポイントを貯めてまして、自分で買いに行きたいんだよねうざポイントのため、うざすぎハ大事だよ、ポイント。ポイ活っていうの流行ってんだよ今。ポキちゃんめっちゃ汗かき、めっちゃ汗かきよ。メンバーレッスン着で絶対行きがち。え、私以外にもいるの？こんばんは。ポイントカードじゃないの、あのアプリのやつ。そう、意外とさ、ポイントってね、貯めたらいいよ。
あ、ちょっと待って、今日ね久しぶりにちょっと早めに終わっレッスンが終わって、それでドラッグストアに行って、それでね、あのね、いろんな今使ってるメイク道具の新しいのを買ってきたんです。紹介しようと思って、よし紹介するぞって思ったんだけど、リビングに置いてきた。どう？でもさ、今さ見る限りさ、ほとんどもう 9.5 割 9.6 割くらいの人が男性なんよ。いらんのよメイク道具紹介でもね、色今ないじゃん唇。でも塗りたいの、新しいリップをね。もうお風呂入ったんだけどさ。違うの、伊勢丹は閉まってるくらいの時間けど、ドラッグストアは開いてた。だからプチプラのコスメは買ってきたよっていうことなの。ポキ女子おらんのよ、3人くらいえ、取ってくる？ちょっとさ、ゆうさ、もう全部さパジャマだから見ないで、1回目つぶって3秒くらいつぶって、せーの、1、2、3、いた！あ！ロフトベッドだった、頭が痛いよ。でもガンって音はしなかったね。ただいま。戻ってきました。ではちょっとさ、おなじみのっていうものがありすぎるからさ、見たいのじゃなくて見せたいの。まずこちら、メイベリンのスカイハイのブラックマスカラ。こちらあれです、私が毎回公演のたびに2度塗りをしている例のマスカラです。これは消費がすごく早いので買いました。なくなっちゃうんだよすぐに。続いてこちらラブライナーのリキッドアイライナー R4 ダークブラウンです。これは今使っているアイライナー、目尻用のアイライナーのリフィルです。これも色がちょっと最近出が悪いので買いました。そしてこちら、チョコレートみたいにとろける書き心地ジェルライナー、キャンメイクのクリーミータッチライナーです。これは最近さ、このさ目尻だけじゃなくてさ、ここにも塗ってるじゃん、アイラインを。でここ用のアイライナーを初めて、これママと一緒にドラッグストア行った時に買ったんですけど、意外
と良かったし、意外と減りが早いので、ちょっと替えを持っとこうかなということで、チョコレートライナーです、買いました。続いてこちらもおなじみリップモンスターの、これは07番ラスボス、これ合ってるよね、私いつも使っている、あ、違った、間違えた、どこ行った、私がいつも使っている、てかよくさ確認しないでさ買っちゃった、あっぶない、07番合ってたラスボスです、危ない、適当に選んじゃった、合わなかったらまあ妹とかママとかにあげればいいんだけど、そうよくラスボスこれ塗ってます、これ3本目、これ初めて買いました、これねずっと欲しかったの、見て、ビセの粘膜フェイクルージュ、これなんですけど、バズりすぎて入手困難だったのよ、新しく入荷してもすぐ売り切れちゃって買えなくて、買えないし、買えたとしてもなんかこの注意書きのとこにお一人様1点まででって書いてあるくらい、マジでどこ行っても 見当たらなかったの、初めましてのパッケージなんだけど、うわ見つけたと思ったらさあったの、でもさ6種類ぐらい色があったうちの3種類しかさもう残ってなくて、人気すぎて、まあその中で一番合うかなっていう色を買ってきたんですけど、また見かけたら自分に一番似合いそうな色を買いたいなと。落ちにくいんだってこれ、落ちにくい、色気続く、色気が続くんだね、粘膜色ルージュ、色気かないな私軽いつけ心地とツヤ質感で唇にヒット、つけたての色が落ちにくい粘膜色リップだって。こんな色意外と薄めのピンクなんだけど大丈夫かな、こんな感じ、ちょっと薄いかも、ちょっと薄いかもしれない、ピンクすぎかな、もっとさもうちょっと赤いやつを、まあ粘膜色っていうぐらいだからこれぐらいなのかけど、あれね、舞台映えはしないかも、おしゃべり会とかこういうショールームとかで使うか、色がね、色失敗、まあつけてみないと分かんなかったんですけど、テスターみたいなところにさ3本中2本しかなくてさ、この色だけなかったよね、まあいいですわ、似合わなくはないよねきっと、はい、あの元からこの唇の色ですっていう感じの色だね、見てめっちゃテカテカじゃない、肌が、これを使いたいと思います。以上購入品紹介でした、イエーイ、たくさんメイク します。
441日おめでとう、おめでとう、ありがとう。もう441日ですって。また美人になるね、嬉しい。お化粧も上手になるわけだ、嬉しい。新公演でメイク変える？いや変えないんじゃない、そんなね頻繁に変えてる、変えたりしないわ私は。ずっと同じ朝、春夏秋冬同じメイク。お化粧上手になったよね、最初の頃と比べたらさ。下まつげにマスカラなんて塗ってなかったよ。なんか公式の X で新公演のカウントダウンが始まっていよいよって感じだね。あ、そうなんだ、見れてないんだよね。おお、いよいよですね。もう休日に入りますからね。こんばんは。ファミマの小祝のイチゴーレ飲んだ？飲んでない。私最近はちょっと控えてるので。食べ物、めっちゃうまくなったよね。顔がシュッとしたような、してないような。してないですよ、そんなすぐ変わりません。何も食べてない？汁物ばっかり飲んでる。もずくスープとか味噌汁とかそういうのばっかり飲んでる。あと甘いものが食べたくなったらリンゴとかみかんを食べます。とサラダチキン。メイク上手くなったって実感したのはいつ頃？リカさんの卒業公演くらい。リカさんが褒めてくださった時にすっぴんよりはマシになってるんだっていう実感して嬉しかったなーって。あ、そうそう、最近アーモンド効果にハマってるんですけど、この間焦がしキャラメル味とほろ苦コーヒー味のアーモンド効果見つけたって言ったじゃん。あれどっちも飲んでみたんだけどさ、アーモンド効果のアーモンドミルク味が結構強くて、そんなにキャラメルもコーヒーも感じないんですよ。で、私は一番好きなのはオリジナル。キャラメルもほのかに匂いがして美味しかったけど、コーヒーはちょっと私には合ってないなと思っちゃいました。なので3種のナッツ、焦がしキャラメル、オリジナルで回していこうと思います。セブン以外に売ってる売ってる。こんばんは。なんならセブン以外の方が種類豊富だよ多分。そろそろバス乗らなきゃ。あ、何、どういうこと、お帰りってことかな。
でやっぱなんか褒められるとさ素直に嬉しいよね。こう照れたりとか褒められ慣れてないなって思うけど、今日こうリハしてて歌ってたの自分のパートをね、だからさマッシーさんがあそこの部分のゆうなちゃんの歌好きって言ってくれて、もうそれだけでさそこの部分にかけようとかさ、そこの部分見せ場なんだって思えてさ、めっちゃ嬉しくて、私のねそこの部分のね、まあ、言えないよ、楽曲も言えないしどんなパートなのか誰と歌うのかとかも言えないんですけど、そこをめっちゃ褒められるんよ。3期にも褒められた。私のキーに合ってただね、そこ自分も簿記の底の部分好き、知らないだろう知らないだろう。何の曲のどの部分なのか新公演見れる時が楽しみ。こう皆さんのドキドキワクワクをねこう倍増させてあげようかと思ってたぶんこれはあのところだったんだなって分かんないと思うから、帰ってきてショールームで答え合わせするのが楽しみ。私は昼公演見ないで行くべき。待って、これ本当に迷う。言ったらさ、他の先輩方もルアーもだけど、あともっちゃんすいすいゆうはも出るし、見たいよね、見たいよね、わかる。どうしたらいいんだろう。ポキちゃんが一番。ポキちゃんしかっていう人は見ない方がいいんじゃない。たださ、2番目率が多すぎて全然、1番目の女が出てるから DMM 見ますみたいな、全然見たらいいと思うそれを見たとしても多分楽しんでもらえると思いますよ。こんばんは。そう、なんか見ない方がいいとも言えない難しい。また全然違うメンバーだからさ、昼夜で。いろんな人がいていいと思うよ。そう、なんか劇場で見れるまで見ない方がいいって、この質問は多分それ無理だと思うよ。その DMM を見ないことはできると思うけど、例えば X をやってらっしゃったりとか、あとメンバーのインスタフォローしてたらさ、この楽曲このメンバーとできて嬉しかったですとかさ、ファンの方がこの子とこの子の何々は熱いみたいなが流れてくんじゃないのって思っちゃう。その日だけ見ないとかは多分できるけどじゃないかなと思うよけどね。
ショールームも見れない。どういうことどういうこと、なんで新潟弁なん。新潟弁出てた私。私が皆さんの立場だったら昼見てっちゃうかもね。我慢できなくて、見てっても楽しめるから見てっちゃおうって思うかもしれない。初日外れたぜ涙目。いや全然まだまだ初日はね、皆さん初日にこだわってくださるのは嬉しいんですけど、まだまだたくさん12月公演ありますから、新公演皆さんね、初日外れてもチャンスはまだまだ。見ながら新潟向かえばテンション上がりそうだから見ようかな。それも一つの手です。まあ人それぞれだよね。それは楽しみだね。みんなは何の曲やると思ってるんだろう何だと思ってんだろうな。これは入ってるでしょみたいな。おばあちゃんそりゃ入るわ、それは入るわどうやって登場する。この前のリズムからは分からなかった。あ、そうなの。私はね、あ、全然ヒント出してるんですけど、めちゃめちゃヒントだよ。こんばんはヒントの難易度高い。いやこれ多分初日を見たら、あ、そういうことってなると思うけどね。研究生公演も大好きなんです、ありがとうございます。できるかな研究生公演、わかんないな。匂わせもない、危ないので、そのここぐらいまでだったら匂わせてもいいかという自分の自己判断が良くない方向に行ってしまうこともあるから、なるべく毎日配信してる身としては匂わせもしたくないのよ。危ないのでね、責任取れないじゃない。こんばんは。楽しみだね。衣装合わせしました。ちょっとね、私今日マネージャーさんに30分しか配信しませんって言っちゃったからな。今日意外と元気だったな。昨日できなかったのに今日1時間いけたな。失敗しました。でも30分経っちゃったのでそろそろね。靴大丈夫だったんだよ。ありがとう心配してくれて。大丈夫でした。
多分明日もこういう配信になるだろうね。楽しみだねみたいな、いよいよ明日だけどみたいな配信になると思うね。とりあえず皆さん金曜日お疲れ様でした。てか思ったんだけどさ、私ってさあれだね、昼の女から夜の女になったんだね、初日だけは。ずっと私昼の女として活動してたけど夜の女だ。13位トトちゃんさんありがとうございます。12位カズジさんありがとうございます。11位アベベさんありがとうございます。10位ヨコリンさんありがとうございます。9位ビールバラさんありがとうございます。8位ハマッピさんありがとうございます。7位マコイモさんありがとうございます。6位片山さんありがとうございます。5位キットモエラインマーメイドさんさんありがとうございます。4位クニさんありがとうございます。3位ヒヨリゲタさんありがとうございます。2位ひろいちさんありがとうございます。1位とまおさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。明日も頑張ってくるわ。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。バイバイ。おやすみ、ごきげんよう。